生きただなお夫妻の墓、生きただなお文政3年4月21日は、岡山藩筆頭画廊。生き家十二代当主、通称は長戸。主君は池田人志生。文家である、生きたのもの家系の七代当主、生きただし塾の三男として、岡山城下に生まれる。文化十二年六月、十一代忠政が十八歳で、没したため、 養子として16歳で本家の家督を継いだ。鳥取藩の重心である、菅稔県の娘、豊と婚姻する。同年11月、主君、池田人としが狩猟での獲物を隠居の知性に、疲労のため後楽園で茶会を催し、ただなおも招かれた。焼き物に興味を持ち、文化13年には、備前焼きの産地であるイベに出向き、好みの焼き物を焼かせた。また、 倉町に、文政2年9月、虫明新焼の記録がある。この年に、虫明焼池奥陽が開けようけをしたと思われる。文政3年4月21日病没。去年21。土葬一世の次男、勘善之助が養子として迎えられ、没後23代忠政として、家督を継いだ。法名は、広則院殿前、長州雲山泉流大古寺。 墓所は、行き気戦緑山墓所。ありがとうございます。